返り今回はやっていきたいと思いますが、ね、基本もう空中で前回りをしているだけなんですよね。その空中に上がる、ね、高さがやっぱり必要なのと、この空中でしっかりとちっちゃくなるっていうですね、力、これも必要です。あとはこれ前からですね、着地するっていうのは非常にですね、下が見えてないので、後ろだとですね、下が見えながら着地するんですけど、前からなんで、ね、下が見えないで着地するっていうのは非常に難しいんで、その辺もですね、頑張って練習していただきたいと思います。それではいきます。頑張るぞ。おう。さあ、それでは前方宙返り、前宙のやり方を説明したいと思います。どうやってやってるのかということですね。はい。まず、まあ、助走をつけて走ってきて、足を揃えて、ドン、踏み込みます。ね。足を揃えて、では耳の、ね、横からぐっと上に上げて、ね、そして前を見る。この時ですね、もう顎を下げちゃう人がいるんですけど、はじめは前を見る。前を見といて、上に上がってから、はい、体を丸めます。ギュッ。その時に丸めた時には膝を抱えて、しっかり丸めて、そして回ります。後半です。後半、ここから回ってきて、体を開きます。ね、膝を抱えているのを開いて、そして着地を取りに行って、顎は上げません。全体。顎はこう締めたまんま取りに行って、手を回す。っていう形になります。ね、じゃゆっくりやりますよ。はい、走ってきて、足を揃えて手を上げます。そこからぐーっと上に上がって、タックルをして、最後は開いて、開いて手を回る、ね、これが前宙ですので、走っていってこの蹴る力と上に上がる力、ね、そして上に上がってからしっかり早くちっちゃくなって回る力、ね、そして最後は開いて着地を取りに行って着地を止めるです、ね、足の膝を曲げての着地の力です、ね、その辺が必要なんで、それをしっかりトレーニングでもつけていきながら今のやり方で前宙を回ります。さあ、それでは前方宙返りの練習のやり方をですね、教えたいと思います。まずはですね、この空中で前転をしているだけなので、まずは前転練習します。はい、ポーズから手をついて、普通に手を前にして立つ、これが前転ですね。はい、これができるようになったら今度はですね、膝を回ってる間にですね、抱え込みます。膝を、はい、から膝を抱え込んで、ね、ちょっとゆっくりやりますね。はい、手をついて、ここからここで膝を抱え込みます。抱え込んだままちっちゃくなって、このまま顎を締めてギューッと、これをしっかりと頑張ってやってください。これができるようになったら今度は連続です、ね、はい、じゃあ2回連続です。はい、ここから膝を抱えて連続、今みたいに、膝を抱えて、膝を抱えて回る、ね、これがですね、前方宙返り、これを空中でやると前宙になります、ね、ですからこの形、この形、顎を締めて、はい、顎を締めて、このまま回る、ね、これをしっかりと覚えます。顎を締めて、膝を抱えて、このまま回る、この形をまずは十分に覚えます。さあ、マットで、抱え込んで、膝を抱え込んで前転ができるようになったら、今度はですね、高さをつけて前転をします。はい。手をしっかり上げて、ね、前宙の前の、で、しっかり上に、耳の上に上げてから前転。はい。そして膝を抱え込んで、まあ、そしてね、降りれるんだったら降りてもらいます。はい。ね、こういう風に、この高さをつけて、ただまだ、低めなんで、これはまだ助走がいりません。はい。から、上から、抱え込んでもらう、ね、そして、はい、今度は高さをちょっとつけますね。これだとちょっとだいぶ高くなるので、ちょっと助走をつけないと、できないような高さに変えました、ね、こうやって高さをどんどん上げていくと前宙に近づきます、ね、そして、注意するのはやはりですね、しっかり手を上げて走ってきてからも手を上げてしっかり、ね、このジャンプ、抱え込むジャンプの前の姿勢を作ってからしっかりと抱え込むですね。はい、じゃあやってみましょう。はい、手を上げて、ですね、今みたいにしっかりと、はい、抱え込むということが大事ですね。上げる、手を上げてしっかり蹴るのと、
手をついていいので、その後にちゃんと抱え込んで顎を締めて回るんですね。はい、手を上げて顎を締めて抱え込んでから回るんですね。こういう練習をどんどんやってみてください。さあ今度はですね、蹴る力とですね、回る力を今度はですね、台を使わないでやるんですけども、こうやって、ロイター板があればロイター板でもいいですし、トランポリンでもいいですしね、何もなければ、その床のところでもいいです。そしてちょっと高さをつけたマット、柔らかいマットを用意します。はい、そして手をしっかり上げた状態から、ここからくるんと回って背打ち、ね、背中から落ちる。でその時に顎を締めてこの形で落ちれるようになります。こういう風な形でしっかりとね、抱え込むっていうことと顎を締める、上に上がって抱え込む、ね、こういう形、ね、この形に必ずなるっていうことが重要ですよね。この形にしっかりなって背打ちで落ちるっていうのをしっかりとですね、この始まる前のですね、やる回る前のこの手を上げてしっかり上に上がるっていうのも頑張って覚えていく。それをしてからこの形になるっていうのを頑張って練習をしてください。さあ、さっきまでの練習がですね、だんだんできてくると、もうこれが本番になってきます。本当に回ります。で、この、初めやるときですね、やっぱりこう、脚力がないので、こうロイター板を使ったり、トランポリンを使ったりとかですね、するのと、着地のところにね、セーフティーマット、こう、柔らかいマットを置くと、安全にできますのでね、初めはこういう感じで練習をしてほしいと思います。そして、補助者が補助します。どうするかというと、手を出します。手を出して、ね、手にですね、前転、前回りをする感じです、鉄棒の前回りですね、やるような形で手に絡みついて回るというのをやります。はい、やります、ね、こうやって自分の、補助者のですね、腕に、掴み、腕を鉄棒のようにですね、こう掴みに行って補助者の手を腕をですね、頼って回ります。はい、やります。ね、こういう風に補助者が補助をしてあげて、ね、この腕のところで前転をする、前回りをするっていう形で初めはやっていきます、ね、それがだんだんできてくると、ね、補助を外す、ね、補助をするんですけども、今度は、はい、補助をするんですけども、ちょっと、ね、初めからではなくて後半から、ね、途中から補助するという形で回っていくんですね。まずはロイター板とトランポリン使って回るということと、 でも形はしっかり、ね、さっきからやってる変えないように、ね、手を上から、ね、上に上がってからっていうのと、ちゃんと使い込んで、顎を開かないっていうことと着地っていうのは変わらないので、それを意識しながら本番もこうやって、練習をしていってください。それでは前中の補助の仕方をですね、こういう形になりますね。蹴った後こういう形になっているところですね、まずは右手、ね、このこちらが左手に行くとしたらですね、右手をですね、お腹のところ、ね、そして回ってきます。回ってきたら背中を支えます。ね、こういう形で、ね、お腹と背中を持つんですね。でお腹と背中、ね、こういう風に掴む、こうやって掴んだらですね、回しにくいので、こうやって掴む、こういう感じで、補助をしてね、右手が、ね、お腹、右手がお腹、ね、左手が背中、ね、ここからこう回したり、ね、こういうふうに回したり、ね、しっかりと使うので、こういう形で補助をしてあげてください。であと、先ほどやった手のやつはですね、手にこう掴ませると、これも一緒ですね、お腹に、ね、手が入っているものなので、はい、このまませーの、回してあげる形で、全く同じなんですね。ただ手を出してあげて、ね、ここに、ね、捕まるっていうのを示してあげるか、示さないで、自分で回ってる間に手を入れてあげるっていう違いだけなんですね。こういう風な形で補助してください。前後宙返りに必要なトレーニングですね。必要なトレーニングいっぱいあるんですけどもね、その中の一部を教えたいと思います。はい、まっすぐジャンプです。胸を組んで、ね、足を揃えて、蹴る時のこの形です。ね、胸を組んで、手を腕を上げて、はい、そのまままっすぐのままの状態で上に上がります。はい、ぴょんぴょん。で、この、
まっすぐこの形のまま背中を意識して、胸を意識しながら、まっすぐ手は耳の横でしっかりジャンプ。こういうトレーニングをしっかりやってください。トレーニング、いろんなですね、腹筋が必要っていうのはですね、わかると思うんですよ。空中。前中に近い、形での腹筋のやり方をします。はい。ね、足にちゃんとですね、手をかけて、ね、ちゃんと抱え込む形になって、はい。そこから開いて、そこからね、足首を押さえてあげて、しっかりと胸を。なるほど。ね、こういう形のね、いろんな腹筋もやらなきゃいけないですけど、こういう形のトレーニングもやるとですね、効果的なんで覚えておいてください。これね、高さを出すのとかですね、回る感覚とかっていうの難しいのと、あと着地を取るっていうのはすごく難しいんでですね、いろんな練習のやり方あるんで、どんどん練習をしてですね、自分で身につけていっていただきたいと思います。あと怪我をしないようにですね、安全なところで、そしてちゃんとチョコチョコあるところで頑張って練習をしていただければと思います。ということで、池田陸上体操クラブのチャンネル登録、そしてグッドのボタンよろしくお願いいたします。さあ皆さんね、この練習怪我をしないように、いろんなねやり方で頑張って感覚をつかんで、そして筋肉をつけて成功させていただきたいと思います。それでは皆さん頑張ってください。ということで皆さん。